今日も非定休校模型チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定日について、実写の紹介も合わせまして非定休校の目線で紹介いたします。こちらが今回発表のありましたラインナップになります。まずは右上のこちらから、 JR 東日本の E235 系1000番台です。 JR 東日本の横須賀総武快速専用の E217 系を置き換えるべく、2020年より営業運転を開始しました。先にね、導入された山手専用の E235 系0番台をベースに、基本編成には2階建てグリーン車を連結した11両編成と、付属編成4両編成とが在籍しております。ボディは山手線の E235 系0番台と同じですが、ホームドアの多い山手線に対応して扉部分を縦に強調したカラーリングの0番台に対しまして、ホームドア設置機の少ない区間を走りますこの1000番台は E217 系の流れを組んだ塗装となっております。模型は基本11両編成を構成する基本セット、増結セット A、 増結セット B と付属4両編成の付属編成セットがあります。主な特徴を拾い読みしますと、鎌倉車両センター所属の基本 F08 編成と付属 J08 編成をプロトタイプとしております。基本編成の模範ユニットには非常走行用電源装置が搭載されておりまして、それらの機器や模範 E234 の屋根上に設置された特徴的な元空気溜めタンクが的確に表現されております。基本編成と付属編成とが連結される連結器は連結用カプラーで2段電連が付属されております。連結しない連結器はダミーカプラーとなります。モーター車は基本セットと付属編成セットに含まれ、付属編成セットのモーター車モハ E235-1108号車にはトラクションタイヤがない状態となっております。前面行き先表示は普通横須賀線総武線が取り付け済み、快速横須賀線総武線と無地が付属となっております。側面表示は黒色で印刷、行き先表示シールを付属しております。増結セット A の車両ブックケースに基本セットが4両、付属編成セットの車両ブックケースに増結セット B が収納可能となっております。こちらの商品は 10-1702 E235 系1000番台横須賀総武快速線基本セット4両、 10-1703 同増結セット A4 両、 10-1704 同増結セット B3 両、 10-1705 同付属編成セット4両となっております。2022年5月の発売予定でございます。続いては JR 九州の885系一時車アラウンドザ九州です。2000年に特急かもめの速度向上と783系485系の機械用として製造された振り子式の特急電車です。885系には2タイプ存在しておりまして、2000年にかもめ号に投入された一時車のグループと、2001年にソニック号に投入された二時車のグループとがありまして、一時車、二時車で前照灯などにね、違いがありまして、見た目の印象に違いが感じられます。当初の塗装は正面窓のカプと車体下部の帯の色が、一時車は黄色、二時車は青色となっておりましたが、2010年頃よりね、一時車の黄色は青色に変更されまして、ロゴマークもカモメからアラウンドザ九州へと変更されました。今回はこのタイプをモデルにしております。主な特徴を拾い読みしますと、白いカモメとしてデビューした一時車をプロトタイプに、カモメ、ソニックで活躍する885系の姿を製品化。車番の位置、付属の側面方向幕の行き先表示シールは現行の仕様に変更。800系新幹線や787系と共通するアラウンドザ九州のロゴデザインを車体各所に付し、JR 九州の特急シーンを再現することができます。こちらの商品は 10-246 885系一時車アラウンドザ九州6両セット、2022年5月の発売予定です。次は栄光のブルートレイン富士号です。
まずはね、客車のセットから紹介します。昭和50年代のボルドレブームの頃を再現できるということで、当時最新のね、豪華個室栄寝台のオロネ25を連結した星24を除く全車が銀帯を巻いた姿でモデル化されます。編成は14両編成で、基本セット7両、同結セット7両での発売となります。主な特徴を拾い読みしますと、カプラーはカニ24、オファネフ25の機関車側はアーノルドカプラー標準装備で、後階にはナックルカプラーが付属、中間連結部にはボディマウント式三次連カプラーが装着されております。基本セットの電源車と同屈セットの13号車には点灯式テールライトを装備、分割編成に対応して基本セットの6号車には点灯式テールライト消灯スイッチ付きを装備、同屈セットの7号車と中間に入ります11号車はテールライトは非対応となっております。変換マークはカニ24とオハネフ25の6、7、13号車に装備、富士の文字とイラスト、ハヤブサの文字とイラストが用意されております。 EF65-1000 番台用の富士ハヤブサヘッドマークを基本セットに付属、基本・増屈セットともにブックケースに機関車1両を収納可能となっております。こちらの商品は 10-855、24系25型寝台特急7両基本セットと 10-856 同7両増屈セットになります。2022年5月の発売予定です。続いては牽引する機関車に行きます。関門トンネルから出てくるのは銀釜こと EF81-300 番台です。先代の EF30 の増備車として1973年から74年にかけまして301から304号機まで4両が製造され、文字機関区に申請配置されて関門トンネルを通りますブルートレインや貨物列車を牽引しました。模型の主な特徴を拾い読みしますと、昭和53年1978年頃の文字機関区所属の303号機がプロトタイプとなっております。運転台の操作盤、椅子、室内シースルーを表現、前面手すり、開放テコは別パーツにて装着済み、アーノルドカプラーを標準装備で、交換用の加藤ナックルカプラーが付属しております。選択式ナンバープレート301、302、303、304が付属、山形の富士、はやぶさ、桜のヘッドマークを付属となっております。こちらの商品は30671 EF81-300 番台、2022年5月の発売予定です。そして東京発のブルートレインには欠かせない EF65-1000 番台です。1000番台の70車がプロトタイプということで、番号で言いますと1092から1118号機となります。1978年に製造されまして、1092から1090号機が下関運転所、1096から1116号機が東京機関区、1117と1118号機が新鶴見機関区に申請配置されました。模型の主な特徴を拾い読みしますと、昭和53年から57年頃の東京機関区所属の70車をプロトタイプに製品化、スノープローは非装備、運転台の操作盤、椅子、室内シースルーを表現、前面手すり、開放テコ、ホイッスル、1エンド側ジャンパー線は別パーツにて装着済み、アーノルドカプラー標準装備で交換用ナックルカプラーが付属、メーカーズプレートや車体表記は印刷済み、選択式ナンバープレートは1093、1095、1100、1103号機が入っております。クイックヘッドマークは桜と瑞穂を付属しております。こちらの商品は30611 EF65-1000 番台後期型、2022年5月の発売予定です。他に23-235鉄道感謝、28-850、1/87パンダファミリー、24-233郵便配達、24-235出前配達、23-508 K1 軽トラがラインナップしております。以上になります。皆様の車両増備計画にお役に立てれば幸いでございます。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。秀急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。
チャンネル登録は真ん中の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。